はい、皆さんこんばんは。ニオトリです。今回もココア味クッキーのガチャをやっていこうかなと思います。 ね、もう皆さん結構ね手に入れてる方も多いんじゃないかなとは思いますが手に入れてない方もねそれなりにいるかなとは思いますがまだまだ33日ぐらいとイベントというか室内率アップの期間は長いのでまあまあ無理せず焦らずねいずれかは手に入るかなと出現率アップの方やっていればいずれかは手に入るかなと思いますのでまあ、そんなに焦ることはないかなと思いますが僕ね今これ小味く区星2で霊魂石7という状況ででこれアリーナで今使っておりましてですね結構強いなというところもあるので どうせ、どうせ使うのであれば、やっぱりね、昇級はしておきたいなということなので、今回は、ココアジクッキーのガチャをね、モリモリやっていこうかなと思います。まず、型から消費してクリスタルに行こうかなと。もう何連とか特に考えてません。ので、適当にね、やっていこうかなと思います。星5に、ね、なるといいなと思いますけど、まあちょっと厳しいか。もしかしたら前回のようにね、奇跡が起こるかもしれませんので、じゃあ今回もね、ガチャ行きましょうか。じゃあ、スペシャルクッキーガチャの方から4ついきます。 前回のがね、すごかったですから、ココアですごいのではなくて、海の妖精ですごかったですからね、何千分の1とかですよね、確か普通のガチャからレジェンドとかエンシェントとか出てくるのって。で、それを、しかもあれ、ガチャの回数多分そんなやってないんですよ、僕、あれ。300連とか500連とかして、2体出ましたとかって言ったら、まあまあまあって感じもするけまど、それでもすごいんですけど、 僕、全然回してないのに2台出たっていうところがかなりすごいなと思います。ただ、ツイッターを見たらね、なんかそれ以上になんかエグい引きをしてる方とかもいてね、いやー、びっくりしました。1回の10連で、フロストと海の妖精を引いてしまうというね、恐ろしい運を持っている方がいらっしゃいましたので、ちょっとね、僕もね、テンション上がっているところで、 ああ、上には上がいい、上がいいな、ちょっと悔しいなーとかと思っちゃいましたが、じゃ早速ね、クッキーの型のガチャでは何も出ませんでしたのでクリスタル使ってやっていこうかなと思います。ここはじくっきーかわいい。目バチバチ、目バチバチしてかわいい。じゃあ行きましょう。サクサクっと星上げていきたいですね。まあ4。あと、4にはしたいかな。5はさすがに6万クリスタルではきついと思う。あとプラス3万、4万ぐらいないとちょっと厳しいかなと。 なのでまあ 4, 4は行きたいでも7でしょとりあえず型2個出る間に型とかクッキー本体出る2個出る間に多分霊魂石が出て星3にはなるので3から4の70個そこをどうねクッキーをこう引いていくかっていうところですねさあ早速ここクッキー1体いきました手かわいいなんかマシュマロみたいで手 あ手服着てんのかな着てないか手は服じゃないか手はでも真っ白なんですね。手袋してんのかなさあ、とりあえず1体と霊痕跡が来ましたね。あと1体出たらもうほぼほぼ星3ですね。おっと、確定。さあ、キラキラの数は見ない。そのまま行きましょう。勇敢。海の霊魂石来ないかな星4になるので。 ちょっと今海入れてないんですよね。今海入れてる構成は使っていないけど、海を、海星4にして海を使った構成もね、ちょっと使ってみたいなと。念願の海星4ですからね。星5はちょっと世界がちょっとね、また違う。だって海のせいはあと5体出さなきゃいけないから、それはちょっとね、レベルが違うんですけども、ミントチョコ、彼氏来ましたね。彼氏ではないかでも実質彼氏か。さあ行きましょう。 もうこれもスルーしちゃおうさあ入っているのかクッキー本体は入っていないのかなんとオールレー痕跡あ最後あーレアか残念じゃあ行きましょういちごちゃんいちごちゃんハートこれみんないちごちゃんハートって呼んで OK ですからね僕が勝手に名付けましたがでもいちごちゃんハートってなんか語呂がいいので言いやすいというか さあなんだなんだいち,ごい,ちごいちごちゃんハートいちごちゃんハートって感じでこう言えるのでねぜひ皆さん使っていただいていちごちゃんハートさあ結構今回は10連で1個ね結構くる感じですねエピックまあ安心できます1個でも来てくれればおっとこあイカスミちゃんですねイカスミだしかまだ星5じゃないんじゃないかな あ、星5でした。あ、そっか、イベントで、イかスのイベントで星4、星5ギリギリぐらいまで確か行ったから、全然星5でした。さあ、飛ばしちゃおう。スキップしちゃおう。おー、ザクロね。さあ、次も。あー、これはもう一番スキップしていいやつ。霊魂石は来ましたと。なるほど。でも、 クリスタル消費の割には結構ここはいい感じかなと思います。さあ、スキップ確定。霊痕跡もない。なえないですね。いい連続魔導士。暇なのかな読書していてほしい。さあ、5万でいい感じかと言っていたらもうあっという間に4万に行ってしまいます。そうですね。うーっと、これはやばい。なかなかやばい。 ここでそろそろ挽回しないとうーんおっとすごい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 ここは1234567891011ここはゆく時の霊痕石が11個出ましたねこ51234もうすごい10個のうち5個霊痕石が締めるといやこれはいい出方ですねさあ本体もお願いします よし本体出ました。あと、ちょっとどんな感じでよくわかんないけども。よし確定カスタード。カスタードクローバー。クローバー味クッキーで使ったことある人いるんですかね一回も使ったことない多分クローバー味クッキー。男の子ってのは知ってるんですけど、スキルの内容もわかんないし、全く,く、どうだろう。クローバー味クッキーが一番知らないかもしれない、このキングダムの中で。 一番使ったことないと思ううんピュアバニアの霊魂石海の霊魂石が欲しいんですよねここはこれ星4多分いけますねいやこういうとフラグになってしまうほんと出ないフラグになってしまうかもしれませんが 多分残りのクリスタル的にココア星4にできるんじゃないかなとちょっと昇級しないと見にくいので少しちょっと昇級していきますココアちゃんはココアちゃんはこちらですねすりココアチョコブロみたいなことかなココアに浸かりたいって自分をココアに入れて突っ込んで自分をココアにしてるってことおっとすごいあと1体出れば星4だ めちゃくちゃゃく絶対いける星4は何となくここでいけるあいけるかもしれない本当に。に霊痕跡も必要ですからね霊痕跡1本体1で昇級いけますいけますブキッなんかモンストみたいに新しい演出とかなんかその時の季節ごととかまあイベントごととかによって特殊な確定演出 欲しい,です、ね、いやでもないかオーブンブレイクでそういった確定演出のそのなんだろうそういったものないですからトゥイズルか残念うん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 。これかっこいいトゥイズルの登場の音楽めちゃくちゃかっこいいガチャ登場時にかっこいい音楽のクッキーは僕の中ではトゥイズルとイチゴクレームこの2キャラがめちゃくちゃかっこいい登場の音楽 レばコンセいこ出なかった、やばいやばいうばこれはやばいこれ最後でしょやばい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 いやまあ、いけるとは思いけどいどうだいい いや、0痕跡が出たので、あと、クッキー本体一体出れば保証になります。いちごちゃん、いちごちゃんハート。いちごちゃんハート。やばいな。いや、マジでやばいな。残りだってもう三5回、五回か。五5五五回、五回しかできない。いや、5回で出ない。エピックがそもそも出ないっていうのは全然ある。いや、やばいさ。いや、変なフラグを立ててしまったかもしれない。 うー、魔道士やばい。魔道士が起きてきた。いちごちゃんハート来ないと本当に。え、マジやばいよ。あと13個。やばい、あと2回しかできない。おー、やばい。あと1回です。いや、これは本当に最後の最後でお願いします。トゥイズルとか、マーラーとかは。 ちょっと出ないでくださいキライチキライチさすがにちょっと緊張しますねこの状況だと霊魂石はい 紅芋くんいやあじらっすねいい感じにいい感じにレアとかコモンのクッキー本体が登場するまた紅芋の霊痕なんか調子悪い時って紅芋来る気がするよし星4確定ですいいねいいですねいい感じだった いい、クリスタルちょっと全部使ってしまいましたが、途中でね、余裕かと思ってましたが、最後の最後で一気にドカンと消費されられましたね。はい、ということで、型ちょっと使ってと、クリスタル約6万かな、6万ぐらいのクリスタルを使ってというところで、ココアジクッキーをね、なんとか星2から星4にすることができました。わー、かわいいね。 はい。ということで、今回の動画はね、ココアージュクッキーがね、欲しいので、昇級したいので、ココアージュクッキーのガチャをやってみたという動画でした。はい。でね、このココアージュクッキーではなくて、クリスタルはいっぱいなくなってしまったのですが、こちら、皆さんもしかしたらね、ちょっと帰りが薄れてきているかもしれませんが、伝説ガチャのフロストクイーン、この結晶もとんでもなく溜まっておりまして、で、まあ、言ってしまうと、 これ全部使ってしまえば余裕で3回目の天井に到達するようなぐらい持っておりますので、こちらもね、また後々やっていこうかなと思いますので、もしよければね、そちらも見ていただけると嬉しいなと思います。で、このフロストクイーンに関してはね、なかなか過酷な課金をしたガチャをやっておりますので、最初から今まで。 なので、そちらもね、まだ見ていないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ一からね、見ていただけると嬉しいなと思います。なかなか面白い展開になっているんじゃないかなと思いますね。現実は厳しいということですね。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。